皆さんこんにちは。リビングライフの時間です。今日は7日、聖書の箇所は使徒の働き13章32節から41節です。タイトルは罪を許し解放してくださるイエス・キリスト。この箇所から主の恵みを汲み取ってまいります。使徒の働き13章32節から41節。私たちは神が父祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにはしておかれない。ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後、死んで父祖たちの仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆この方によって解放されるのです。ですから預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである。今日の箇所を読んだ時に一つの御言葉を思い出しました。イエス様がお弟子さんのトマスに語った御言葉です。あなたは見たので信じたのか、見ないで信じる者は幸いです。まさにそういうことを今日、感じました。今日は32節、良い知らせという言葉が出てまいります。それから39節、信じる者という言葉が出てまいります。40節には説明という言葉が出てまいりますが、私はいろいろとこの御言葉を読んで、黙想していく中でいろんな思いが与えられたわけですけども、少しずつ整理していきますと、この人類文明の発達というのは、目覚ましいものがあるわけですけど、そこには相当な努力があるということですね。で、一つの研究を取り上げるだけでも仮説を立てて、その仮説が正しいかどうかということを何度も何度も実験をして繰り返してデータを集めて、そしてそれが正しいという結論に達したら製品化していったり、また社会の役に立つような形に整えていくわけですけども、昨今この日本でですね、仮説が正しいという結果が欲しいというか、研究費があまり出してもらえないので
早く結果を出さないといけないということなのか、分かりませんけども、この実験データが改ざんされたり、また操作されたりしてですね、その仮説がこじつけられていってしまうというか、まあ、捏造されたり改ざんされたりという、不正な論文というものが、出てきている、まあ、そういうニュースをよく耳にいたします。まあ、悪循環なわけですけども、この人間が営んでいる事柄というのは、研究を重ねてそれを目に見える形で表して、見たこと、データ化されたことを信じていこうということ、つまり、その一つの方法を取るならば、同じ状況で同じ環境下であれば誰がその実験をしても同じ結果が得られるということを求めていっているわけですね。つまり説明がつくような事柄をたくさん、集めるといいますか、説明がつくような事柄を一生懸命追いかけていっている、そういう、まあ、人の営みがあり、まあ、それが結果、まあ、文明の発達になってきているのかなと思うわけですけど、私たちが信じているこの福音に関しては実験ができないんです。良いお知らせなんです。イエス・キリストが十字架で死なれ、葬られ、そして三日目によみがえられたということによって、私たちはその主を信じる信仰によって救われる、永遠の命が与えられるという恵みを得ていますけど、これは誰にも再現できません。実験もできません。ですから今これを目でそのことを見るということは到底できないのです。実証できないので、約2000年前に起こったこの事実をそのまま受け取るしかないなということなんですよね。ただ冒頭にも申し上げましたが、見ないで信じるのが大変難しいと多くの方が感じているのではないかなと思います。まあ、そういう私自身も最初本当に教会に来だした時、聖書の話を聞いた時、さっぱり分かりませんでした。道徳観念とか正しい生き方、行い、そういったことはよく分かりました。でもキリストの十字架がなぜ私の身代わりなのかといったことや、本当によみがえったのかということをそのまますぐに信じることがなかなかできなかったんです。でもこの単純に信じるという方法こそ、神様が人を愛して与えてくださった本当に神様の愛の象徴のような方法だなと思わざるをも得ないんですね。私たちが実験をして何かの結果、成果を得て体験しなければ信じられないとするならば、そういった体験のできない、その実験さえもわけのわからない子どもたちはいつ救われるんでしょうか。救われるまでにある程度時間を待たなければなりません。でも本当にそんな時間を待ってて大丈夫なんでしょうか。学校に登校している時、突如襲った地震で塀が倒れて、あっという間にこの世から去ってしまった命があります。そんな小さな幼子、そういう子供でも信じるということはできるんですよね。肺炎で入院されていた89歳の兄弟がいらっしゃいます。まあ、兄弟といっても、その入院されて入院先でイエスキリストを受け入れたんですけど、一度も教会に来たことはございません。聖書だって読んだことはきっとなかったと思います。しかしその娘さんが教会に来られて、そして何とかしてお父さんも福音を信じてほしい、そういう願いがあって、思いがあって、まあ、祈って、まあ、ご自身も伝道して来られたと思いますけれども、もう危ないという時に、もう先生何とか、お父さんが天国行けるようにというふうに、おっしゃって、
昇天式をしてほしい、このようにおっしゃったので、そのままで昇天式するわけにいきませんから、私も病院に行きまして、まだ意識がございました、声をかけました。そしてあなたの罪のために、誰々さん、あなたの罪のためにイエス・キリストは十字架にかかって死んで葬られてよみがえられました、今このことを信じてください、私はイエス様の御名によってお祈りします、いいですかと言いました。声には、あの言葉にはなりませんでした。しかし、うめくような声で、お返事してくださった、その言葉を 私は信じてその時祈りました。その日かその翌日が山と言われてましたが、そこを乗り切りました。そして数日後、また危ないというふうに言われたので病院に行きました。そしてその時にお声かけしますと、今度ははっきりと言葉で返事をしてくださいました。誰々さん、洗礼受けましたね、もう洗礼証明書持ってきました、今日もイエス・キリストの皆でお祈りします、イエス・キリストは救い主です、信じてください、信じてますね、はいはい、とはっきりと答えてくださったので、私はまたそこで確信持って祈ることができました。聖書を読んだこともない、教会に来たこともない、だけどその魂は確かに救われたと私は確信を持っています。見て信じたんじゃない、本当にただ素直に良い知らせを信じて救われなさった、こういう方がいらっしゃる、そのことを本当に私は体験したときに、単純に福音を語って、その方が信じるか信じないか、ここを本当に聖霊様の働きに委ねていこう、ただ私は語るということだけはしっかりしよう、その決意を新たにしました。2000年前のイエス・キリストの十字架の死と葬りと復活、この事実を疑うことなく単純に信じていらっしゃいますか。お祈りします。天皇お父様、あなたの御名をあがめます。主の十字架をこの地上にいるどんな人も再現することはできません。ただ人となられた神の御子イエス・キリストだけが十字架で死に、血を流し葬られ、死を打ち破ってよみがえることができたのです。これは歴史上あった事実であり、人類に与えられた神様の愛の方法であるということを覚えて感謝します。この事実を単純に信じて、この事実を単純に伝えていきます。聖霊様働いてくださって、聞いた方々が単純に信じることができるように祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。